ハローハローえー、イェーイせーのインインお疲れ様です。はい。えー、私、えー、感動の、あ、愛と笑顔で世界を変える男、感動の講演会、山田和弘です。えー、私は、えー、タクシー運転手 YouTuber としても、 完璧に活躍させていただいております。えそして、えー、次の統一地方選挙板橋区から、えー、区議会議員を目指します。よろしくお願いいたします。え私は基本的に毎日、心の話、日々の気づきのお話をしたり、えー、日常の出来事を話させていただいております。最近、えー、と今日ね、俺話そうと思ったことがあります。えー もう自分の正義と他人の正義は違ううん僕結婚してるんですけどあえー、っと僕バツイチなんですよでもバツイチだったら、えー、不幸であるとかそういうことはなくてえー 離婚してまたし結婚するっていうことを目指していってもいいと思ううんた例えば、えー、僕ね離婚するときに親から離婚してはいけないって言われましたまた兄弟からも離婚してはいけないって言われました世間体があるからです 僕の幸せ、幸せよりも世間を気にするのです。そんなことは関係ありません。離婚したいと思った時に離婚していいと僕は思っています。だから離婚し、離婚して奥さんっていう隙間が空く。私の目の前から隙間が空く。そうしたらちょうどいい人が必ず来るようになってます。 だから人間関係も奥さんであったり、えー、友達であったりとか執着しないで別れるっていう選択をするとちょうどいい人が必ず現れると思っています。うん。えーもね、タクシー運転手をさせていただいてるんですけどもあのこういう方がいらっしゃいました。昔私は人の言うことばかり聞いてました。 人の言うことばっかり聞いていると自分がやりたいことができないとても不幸でしただから人の言うことを聞かない自分のやりたいように生きていくそして私は幸せになりましただから人の言われたことを聞かない自分の考えで生きていくそして幸せになったっていう人もいます真反対の人もいます 私は私の考えで生きていきます。私は幸せ。誰からも、誰の話も聞きません。私はもうすでに幸せだから聞きません。だけど、周りから見たらその人は不幸だったんですよ。自分は幸せだって思ってても。なんかいつもイライラしてたり、うん、何か物に当たったりする人で。だからその人は変わりました。自分の考えだけ、 をを信じてて生きていくのをやめました私は人の話も取り入れてちゃんとしっかり取り入れて聞き入れて自分の心に足していく本当に合わないところは捨てていく自分にどん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 足して、うん、人の気持ちを考えられるようになって私はもっともっと幸せになったっていう人もいますまあ反対ですよね私は人の話を聞いて不幸でした だけど、うん、あ、人に言われたことをやる。何でもお手伝いする。言われたら手伝います。言われたら手伝います。って。それが不幸だから、そういう人とは離れたら幸せになりました。私は私で幸せになる。真逆の、うん、人の話を聞かない。だけど、聞き入れて、幸せになる人もいる。反対なのに、幸せになれちゃうの。不思議ですよね。 めっちゃ不思議なんですよこれうちの奥さんに教えてもらったんですようんもう一回ちょっと戻るけど人のお願いをやってって言われることを断って幸せになったあなるほどねそういうことかそういうことか,なんかうん何でも自分の好きなように生きていくことが幸せなんだなって僕は思ったわけだけどうちのいくちゃん奥さんが えちょっと待って反対のことも考えるんだよって言われてえどういうこと俺これですごいときめいてるっていうか感動してるのになんでそういうこと言うのって思って頑固な人がいて頑固な人が心を開いて人の意見聞くようになったらまたそれも人,か人って変われるよって教えてくれたんですようわっ打ち震えましたそっか 答えってやっぱ一個じゃないんだなーって多分答えって無限にあるんだなーって思いました僕はその時にうん例えば僕は、うん、鴨頭先生の動画を見て自立した一人の一人前の男になったって思ってますだけどもう一人の人はアドラーの嫌われる勇気 を読んで変わったったたていう人がいましたもう一人の人は松下幸之助さんの本を読んで、えー、自立した人もいるし稲盛和夫さんの本を読んで自立したって思う人もいるしいっぱい答えがあってもいいんですどんな本を読んで自分が変わってもいいんです。うん そうやって視野を広く持つことが一番大事なんだなーって今日改めて思いました。えー、っと今日親業っていう勉強をさせていただいたんですけどすごく、えー、っと視野が広くなって否定するっていう否定の心は湧くんですけど否定を目の前の人に説明する時に何て言えばいいのかなー。 相手をを傷つけないいよよううに説得すするる方法っていうのを今学んでるんでで、うん、ちょっと今言い方違うかもしんないけど今えー、親行親って書いて職業の行を学び始めました皆さん結婚して子育ての勉強した時ありますおむつの買い方とかお風呂の入れ方とかは勉強した時ありますよね だけど接し方こういうふうに言うと子供が自立して創造性が高く生きていけるようにっていうのを目指しているその勉強会があって学びの会があるので今後それをシェアしていきたいと思います。とにかく答えは一つじゃない。真反対のことも正解であったり今のままで正解であったり無限。 人によってそれは違う、絶対。だから相手のことを否定しない。うん、そして自分のことも否定しない。受け入れてもらいながら、だから、受け、僕の提案を受け,入れて受け入れてもらえなくても否定しない自分のこと。そうですか。それはそれで OK ですねって。素直に思えるような心になっていくと僕は幸せだと思います。答えは無限。一人一人違う。 自分の正義と他人の正義は違う。だから絶対押し付けちゃいけない。押し付けたら相手の心は死ぬからね、特に子供、絶対してはいけません。はい。終わります。にえい。せーの、いいね。今日ちょっと酔っ払っちゃってます。ありがとうございます。失礼します。